はい、まあ、牛丼屋でね、味噌汁が出てこなかった話。牛丼屋で味噌汁が出てこなかった話ですね。私が前ね、よく行っていた、駅の近くの牛丼屋がありまして、まあ、チェーンの牛丼屋でね、駅前の牛丼屋ですよ。で、そこは入ったことなかったんで、まあ、牛丼ね、食べようと思って昼頃、昼過ぎかな。あんまり混んでない時。そうですね、2時とか、まあそのぐらいですかね。あるいは4時ぐらいだったかもしれないけど、まああんまり混んでない時に、その駅前の牛丼屋に入りました。で、まあね、牛丼頼んで、普通の並盛りを頼むわけですね。あんまりお腹も減ってないし、まあ、ちょこっと食べようと思ったんで、まあ、3時のおやつぐらいな感じで、並盛りを、ね、食べました。で、大体ね、牛丼屋っていうのは、どこもそうなのかな、牛丼を普通の並盛り頼むと、お冷やが出てきて、それから、味噌汁が出てきて、で、牛丼が出てくると。で、牛丼を食べながら味噌汁を飲んだりとか、そういう感じになるわけですね。まあ、セットみたいな感じになってると。で、そこのね、チェーンの店も、まあ、大体同じような感じで、味噌汁が出てくるはずなんだけども、出てこない。で、牛丼だけ出てきたわけね。うん。で、ちょっと味噌汁遅れてるなと思って、まあ、牛丼をね、食べ始めたわけですね。で、私のね、横の人とか、向かいのね、客とかを見ると、みんな味噌汁がついてると。普通の牛丼なのに。まあ、定食だったら味噌汁がつくのはね、味噌汁ご飯、おしんことかつくのが当たり前ですけど、普通のね、並の牛丼を頼んだだけでも、味噌汁はつくわけですね。なんか知らないけど。で、横の人が見るとみんなに味噌汁と牛丼を食べてるわけ。つまり、味噌汁は絶対についてくるわけね。うん。頼まなくても。はい。牛丼を頼めば、味噌汁ついてくると。で、あれと思って、ちょっと店員さんに目配せなんかをして、来てませんよ、みたいな雰囲気を出しながら、牛丼パックを食べてたわけ。で、とうとう出てこなかったなと思って、そろそろ、お会計しようかなと思って、お冷やとか飲んでね、ちょっと時間、こう、経ってから行こうと思ったんだけども、結局味噌汁出てこなかったなと思いながら、もう食べ終わって、お水を飲んでいたらですね、店員さんがタタタってなんか持ってきて、ポンってね、自分のカウンター席、私のカウンター席のとこに、味噌汁のね、お椀をポンと置いて、パタタって行っちゃったわけ。私はね、その時遅いなと思ってたんですよね。で、やっぱり忘れてたわけね。うん。その店員さんが、牛丼を出す時に一緒、あるいはその前に、味噌汁をお椀で出さなきゃいけないんだけど、忘れていたと。で、私ちょっとムカッとしましたけども、まあね、しょうがないなと思って。店員さんもバイトだろうし、ね、若い男性の店員さんでしたけども、まあ一言ぐらいね、言えばいいのにと思ってましたけど、で、味噌汁だけ飲んで、会計をして、で、会計、あれかな？もしかしたら、チケットだったかもしれないけど、まあとにかく、お騒がしだ、みたいなこと言って、その店を出ました。はい。まあ、味噌汁だけね、最後にデザート的に出されてもですね、こっちは困るわけですよね。うん。まあ、そういうことがね、あって、私はそういうのではあんまり怒らないんですね。うん、意外と。もっとなんていうかな、もっとなんかこう、イタッとすることはあるんでね。まあ、そういう単純な遅れとかはあんま怒らないし、まあ、牛丼屋ですからね、そんなに高級店ではないんで、サービスもね、そんなに完璧を求めてもしょうがないんで、まあ、そのぐらいかなと思っております。